ジャガイモの海景さつまいもの海根芋とは植物の根や地下茎といった地下部が肥大化して養分を蓄えた器官である。特にその中で食用を中心に利用されるものを指すことが多い。ただし通常は玉ねぎのような輪形は含めない。なお芋という品種があるわけではなく上述した特徴があるものを総称して芋と呼んでいるだけである。例えばジャガイモは ナスカであり、サツマイモは、ヒルガオ科である。芋はデンプンなどの炭水化物を多く含む栄養価も高いことから、世界には芋を主食としている地域が多数ある。ジャガイモや、サツマイモのように、痩せた土地でも工作ができることから、原産地から移出された先で、主食作物としての地位を得たものもある。例えば、アンデス産無薬原産のジャガイモは、ヨーロッパとロシアで主食に準じる。 重要性を占めている。一般に、芋の栽培は、穀物の栽培と比べて容易で、天候の変化にも強い。面積あたりの生産量が多く、面積あたりのカロリー生産量でも、芋の方が穀物より多い。そのため日本のサツマイモのように、基金対策作物として栽培された例や、重税や非食用作物の栽培を強制された農民が自分たちの食用に栽培することがある。 栄養上の主な成分はデンプンだが、比率としては、穀物と比べて遜色ないタンパク質も含む。しかし、含有水分が多いので、重量あたりで見ると、カロリータンパク質とも穀物より少ない。たくさん食べるか、他の食物で補うかしなければならない。もっとも、太るまで食べ過ぎることがないというのは、現代的には健康に良い特徴とも言える。 水分量が多いことは腐りやすさにもつながり、穀物と比べると保存が効かず、貯蔵や輸送管理に困難がある。工業的に澱粉が分離生成される。また、蒸留酒の原料ともされてきたが、近年ではアルコール燃料の原料ともされる。芋を持つ植物は、その進化の過程で種子による子孫繁栄よりも、 栄養繁殖期間による同一個体の複製を目指した植物ではあるが、有性生殖の機能は完全には失っておらず、花や種をつける。幸いに適した地域であるほど花や種をつけることが多い。この花や種は繁殖手段として必ずしも有効なものではないが、ウイルスによる遺伝子汚染の影響が少ない新生種子は、親とは異なる性質を持つことから、 芋植物の品種改良は採取を介して行われる場合も多い。タロイモの休憩芋は地上に出た部分で光合成を行い、地下の肥大部分すなわち芋に栄養を蓄えて、早く木が枯れてしまう冬や寒気を芋のみの状態で過ごし、生育に適した季節が訪れると再び芽を出して育つ。多くの芋は多年草で種子から育てると1年以内に芋が大きくならない。 種芋から育てて1年以内で収穫するのが普通だが中にはこんにゃく芋のように数年越しで育てる芋もある。ただし無償生殖によって単一品種のみが栽培された場合には特定の植物固有の病気が蔓延しやすくなる傾向もあり、それが原因となってジャガイモ基金のような基金を招いた例もある。食料としての芋は役に類ためるといった簡単な 調理で食用とすることが可能なものが多い。しかし、例えばキャッサバのように有毒な栽培種もあり、害虫や他の動物に食べられる被害に相いがたい時点があり、毒抜きして食用にされる。一般的なジャガイモであっても、発芽部分や緑色になった皮には、嘔吐や腹痛、下痢や頭痛といった食中毒程度の被害がある時では、あるとはいえ毒性が存在し、その食用には、 注意を要する。古くから甘くて、美味しい石焼き芋は、人気がある栽培場所を選ばず安定供給が可能な、ため、得やすく安価な食料として庶民に広く親しまれてきた。しかし、どこでも得られる食料ゆえ、下げ済まれる傾向も見られる。いわゆる、芋というと、洗練されていないの意味を含んだ、いわゆる、ダサいやつという意味で使われる別称となる。芋料理は、 しばしば田舎料理の代表に挙げられる、開梱会計級経坦ネタイ、ありがとうございます。